僕が中学校の頃、勉強ができすぎて飛び級した子いたんだよ。飛び級？あ、日本で飛び級なんてあるんだ。その子は2年2組だったんだけど、うん、飛び級して2年3組に行ってた。横？飛び級って横飛びのことあんの？で、そのクラスでも勉強ができすぎるんだよ。ああ、まあレベルが変わってないからね。で、また飛び級して。あ、結局飛び級はするんだ。そして1年3組に行ってた。下？飛ぶどころか落ちたよ。で、そこでもまた勉強ができすぎるんだ。あ、落ちてるからね。レベル下がってんだから、普通のやつでもできるよ。で、また